ヤコブレフ約マイナス30ヤコブレフ約マイナス30はワルシャワ条約機構加盟国向けの最初のジェット練習機の競争施策にヤコブレフ設計局から参加した航空機である。ヤコブレフ約マイナス17打ちを引き継ぎ設計された本機はヤコブレフ約マイナス32の開発につながった。約マイナス30は競争施策で アエロエル -29 デルフィンに破れ、約 -32 と共に量産されることはなかった。1959年にソ連空軍はソビエト連邦とワルシャワ条約機構加盟国で使用する最初の専用に設計されたジェット練習機の競争施策を模様した。ヤコブレフ約 -17 うちを含む、これ以前の全てのソ連製の練習機は既存の ジェット戦闘機から改装された機体であった。ヤコブレフ設計局は、第二次世界大戦以来ほとんどのソ連製練習機を製造してきたことから、この競争施策に勝つことは非常に重要であり、勝者は来る数年間にわたり、多数の航空機の生産を見込めるはずであった。ヤコブレフ設計局が協作に協したのが約、約マイナス30であり、驚くべきことに、 ソビエト連邦内からこの協作に参加したのはこの一機のみであった。約マイナス30は軽合金を使用した全金属製の航空機であった。この機体は簡便かつ安価に製造できるように2本の主翼下駄はプレス構成材でできていた。単純な円形断面の胴体には訓練生と教官がタンデムに座る非圧式コックピットを備えていた。 最大 600L 積みの燃料タンクを主翼上の胴体内に搭載していた。エンジンは約マイナス30用に特別に製造されたツマンスキーが設計した RU-19 であった。この機体の他の部位と同様にこのエンジンは単純な構造の 900kg の水力を発生し7段軸流、式圧縮機を備える一軸ターボジェットエンジンであった。空気は 主翼付け根にある非常に小さな吸気口から流入し、ジェット排気口を備えない、後部胴体の下から直接排出された。整備が簡単に行えるようにエンジンは胴体を分離することなくそのまま下に下ろすことができた。視界良好の約マイナス30のキャノピー、水平尾翼は、鋭い交代角を持った垂直尾翼の中頃の高さに取り付けられており、 すべての動力はキャノピーまで続く、胴体背面の膨らみの中を通るロッドにより、人力で操作されていた。長い一体型キャノピーは茶色に着色された、プレクシグラス製で横への張り出しにより良好な、下方視界を確保し、長いレール上を滑り、後方へ開いた。共感席からは、前後席双方の射出座席を操作することができたが、訓練生は、 自分の座席のみを射出することしかできなかった。前後席ともに全ての操縦装置を備えていた。首車輪式の膠着装置は引き込み式で、主車輪は内側へ、操打可能な全車輪は2枚の扉を持つ前方の収納室へ格納された。軍用版の短座の約マイナス32と同様の武装を備えるように計画されたが、4機の試作機には搭載されなかった。 開発計画の技術部長は、KV サイナルシュセコブ、主任技師は、VA シェーブリン、VG ツバロブと VP ブラシブであった。設計局は制止、疲労試験用の機体と4機の飛行試験用試作機を製造した。同時に2機の約マイナス30にも組み立てられた。競争試作は、最終的に、チェコスロバキアのアイロエルマイナス29デルフィント、 ポーランドの PZLTS-11 イスクラと約30の3機で争われた。イスクラは早期に脱落してポーランドへ送り返され約30と L-29 の間での一騎打ちとなった。薬機の方が性能は若干勝っていたが細々とした問題に悩まされた。結局、チェコスロバキアの企業に仕事をあてがう必要であると 判断され、1961年8月に L-29 が、ポーランド以外の全ソビエト連邦とワルシャワ条約機構加盟国の標準ジェット練習機に選定された。この決定のすぐ後で、設計局のパイロットスミルノフは約、約マイナス30で、いくつかの世界記録を樹立した。悲劇的なことに、 すべてのヤコブレフ製の総発ジェット機の主任テストパイロットを務めたボルコフは1965年に約マイナス30に登場中女性パイロットのミスが原因で死亡した。N ジャグビビッチウィングス・オブ・マザーランドアビエーションポリティックスオアハウドルフィンデストロイド約マイナス30よりありがとうございます。